皆さんこんにちは。今回は高校生が学ぶ情報1の学問についてどんなことが学べるのか、なぜ勉強が必要なのかご紹介したいと思います。さて皆さんは情報と聞いてどんなものを思い浮かべるでしょうか。ここでまずは皆さんも聞いたことがある IT について深掘りしていきたいと思います。IT という言葉を直してみると、元の言葉はインフォメーションテクノロジーの頭文字を取って IT となります。インフォメーションは日本語で情報、テクノロジーは日本語で技術です。つまり情報を技術によって扱うことが IT というわけですね。ではこのうち情報とは何のことでしょうか。情報という言葉だけでは抽象度が高くイメージも湧きづらいですよね。皆さんはスマートフォンやパソコンを使っているので、すでに IT は使いこなしています。では皆さんは初めて行く場所の情報はどのようにチェックしていますか。友達と遊ぶとき、いつ、どこで、誰と遊ぶかといった情報はどのように決めていますか。そして流行っている音楽やゲームの情報はどうやってキャッチアップしますか。これらはすべて情報と言われるものです。情報自体は影も形もない無形のものですが、私たちはすでに情報をスマートフォンなどによって技術で扱うことができています。それでは情報1で扱っていく学習内容をダイジェストで見ていきましょう。情報1の主なコンテンツは IT と社会、基礎理論、アルゴリズムとプログラミング、コンピューターとネットワークについてです。まずは IT と社会をテーマに、自分の大切な情報が傷つけられないよう IT の世界でのセキュリティを学んだり、自分がうっかり他人を傷つけてしまわないように知的財産権や個人情報の保護など法律や社会の側面について学習していきます。そして情報学の基礎理論についても学びましょう。IT の世界で扱う情報の最小単位は0と1の小さな世界です。私たちが使っているスマートフォンは電気で動いていますよね。この電気信号が流れた時を1、流れなかった時を0と解釈してデジタルに情報を扱うことができます。このような学問分野を離散数学と言ったりもしますが、専門性が高いのでここでは基礎理論とします。そして続いてはプログラミングです。だんだん難しそうになってきましたね。 IT の世界で情報がどのように処理されているかを学習します。今皆さんが見ているスマートフォンのアプリやパソコンなどのソフトウェアで何か操作をしているときは、必ず誰かが書いたプログラムの内容をもとに画面を動かすことができています。高校情報科でも基本的なプログラムの処理について学習していきます。そしてネットワークについてです。皆さんのスマートフォンはどんなに遠く離れているお友達でもネットワークにつながれば LINE などでメッセージのやり取りができますよね。このネットワークは目に見えないためやや理解が難しいですが、この仕組みを知ることがネットワーク分野となります。それでは最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。次回も実りある隙間時間を過ごしましょう。